かしそれでは、それでは、俺の想像したトリックならな。しかしこんなトリックを使えば怪しまれる人物は極めて限定される。私はそんなことをしませんぞ。誓ってもいい。となるとエヴァおばさんと南條先生のアリバイ合戦ってことになる。俺たちは二人とも怪しんで、それぞれを別々に監禁すればいいだけの話。逆に言えばこのトリックはもっと生存者が多ければ有効かもしれないが、これだけ人数が減った状況下では大して有効ではないんだ。もしこの失踪劇が今日の昼にでも起これば、俺は自信満々にこの説を発表しただろうよ。だがこの段階に至っては全然自信が持てないぜ。何なんだこいつは。一体何を意味してやがるんだこの密室はよ。やはりそのなんだい南條先生、思いつきでもいいから言ってくれ。メイソン、やはりこれは本当に魔女の仕業ではないのかと。バカバカしい。魔女なんているわけがねえぜ。魔女は私たちに訴えたいのです。人間にはできないことをやってのけるからこそ、自分を魔女だと認めさせたいに違いないのです。私はこのゲストハウス全体の密室からの失踪はそういう魔女からのメッセージだと感じています。考えてはならないのです。意味なんてきっとないのです。私は恐ろしい。外の空気を吸いたくなってきた。ああ、行くならさっさと行こうぜ。もうこんなところに閉じこもってるのはまっぴらさ。早く父さんや母さんやジョージ兄さんを探しに行こう。残りたい人は勝手に残ってればいいわ。とにかく私たちは表を探してくるわ。南條先生はどうする？一人で留守番してるか？私もご一緒させてください。行くわよ。遅れても知らないんだからね。Thank you.
さん、母さん、誰かこんなことを。どうなんだ、南條先生。考察ですな。ほら、ご覧なさい。首にくっきりと何か細いもので締めた跡が残っている。だな、まさかこっちが主たる死因のわけはねえだろうよ。これで頭、胸、腹、膝、足の5つをえぐられた死体が出たわけね。第8の番まではこれで終わったわ。続くは第9の番なの。魔女はよみがえる。誰も生き残れはしない。上等だぜ。魔女がよみがえるってことは、犯人が堂々と姿を現してくれるってことなんだろう。何か誰も生き残れないだ。私が殺してやる。父さんと母さんを殺した犯人を、この手で絶対に殺してやる。ジョージが見つかってないわ。ジェシカちゃんたちはここにいたければいるといい。私は屋敷へ行くわ。エヴァさん、バラバラに行動してはいけない。みんなで一緒に行動しなくては危険です。兄さんたちはもうどうしようもないわ。でもジョージはまだどこかで生きているかもしれない。ここで時間を潰してる暇はないのよ。ジェシカちゃんはここでお父さんとお母さんのそばにいるといい。私はちょっと屋敷に行ってくるわ。バトラ君も南條先生もここにいてくれていい。私がこの手でぶっ殺して必ず仇を取ってやる。行こうぜバトラ。犯人を見つけたら邪魔をするなよ。私が絶対に殺す。俺も親父たちの仇があるんだ。悪いが早いもん勝ちだぜ。はあ、そうだな。ぶっ殺してやろうぜ。
ジョージ、聞こえたら返事をしなさい。ジョージ、これは南條先生、ちょっと来てもらえるかしら。何事ですかな。確かにこんな数字が書かれていた記憶はありません。ええ、なかったわ。不気味な魔法文字みたいなのは書かれていたけど、数字は書かれていなかった。どうせ魔法的な意味があるんだろうぜ。深く考えたって意味なんかあるわけもないさ。魔法陣というものかもしれませんが、ある種の数字遊びに魔除けが宿るという考え方です。どの列を足しても同じ数字になるみたいなものを皆さんも見聞きしたことがおありでしょう。あれは四角形の中に埋めた数字の話じゃなかった。これは横一列だもの。何の意味があるのかさっぱりだわ。多分ジェシカちゃんの言うのが正解よ。私たちが深く考えたところで意味なんか何もないわ。これ、日にちとかな。日にち？何の話？いや、偶然だろうけどな。俺の誕生日7月15日なんだ。0715が7月15日を示すのかなって思ったら、1129も、ほら、その11月29日って読んだらちょうど語呂がいいかなって思ってよ。なんでバトラーの誕生日がこんなとこに書いてあるんだよ。そして11月29日ってなんだよ。俺が知りてえぜ。まあそのたまたまの偶然だろうけどな。そう考えたらなんだか不気味になっちまったぜ。11月29日が誰かの誕生日だったりとかするのか。うちの家族は違うぜ。親父もキリエさんもエンジェも違う。もちろん俺のお袋もだ。心当たりがありませんが、金蔵さんの誕生日でもデンジさんの誕生日でもないはずだ。うちの家族も違うわよ。ローザやマリアちゃんでもないわ。うちの家族だって違うぜ。カノン君も違うし、シャノンも違う。私、使用人の人の誕生日にはちゃんとプレゼント渡してるからみんな知ってるけど、11月29日に誕生日の人間なんて知らないぜ。ジョージ！
ージー、しっかりして、ジョージー、南條先生、早く。やめなさい。こんな時に争ってどうするんですか。ジェシカさん、やめなさい。エヴァおばさんが父さんたちを殺したんだ。他に説明がつかない。何をバカなことを。あんたのお父さんたちなんか知るわけないでしょ。ゲストハウスの1階にいたのは誰だよ。エヴァおばさんだ。1階のロビーには父さんと母さんと、そしてエヴァおばさんがいた。生き残ったのは誰だ。エヴァおばさんだけだ。どうして。あんたが犯人だからに決まってるじゃないか。父さんと母さんを殺して外へ運び出して、しらじらしく鍵を閉めて、魔女の仕業なんかを装いやがったんだ。じゃあジョージはどうしていなくなったのよ。1階には降りてきてないのよ。じゃあ2階でいなくなったっていうの。2階には誰がいたのよ。あなたたちがいたんじゃない。あなたは知ってたんでしょ、ジョージがこっそりゲストハウスを抜け出すの。それを、自分は何も知らないような顔を抜け抜けと。あんたがジョージを止めててくれれば、ジョージは、ジョージは。やめなさいというのに。ジェシカさんはずっといとこ部屋にいました。そしてエヴァさんもずっと1階のロビーにいました。そして2人とも何も悪くない。ただ家族を失って悲しいだけなんです。犯人なんか誰もいない、どこにもいない。ただただ魔女のせいなだけなんです。だからお二人で憎み合うのはやめなさい。Thank you.
いいですかな。傷が痛んだりうずいたりするでしょうが、絶対にかいたり揉んだりしてはなりませんぞ。明日になったらすぐに眼科の先生のところへ行きましょう。あいつね、本当は私を殺すつもりだったんだ。ほんのちょっと角度が悪かったら今頃殺されてた。絶対にあいつを警察へ突き出してやる。エヴァさんはそんなことはしませんぞ。あれは事故です。事故なもんか。あいつが父さんと母さんを殺したんだ。この島には19人目も魔女もいるわけがない。あいつが全ての犯人なんだ。ゲストハウスの1階にはあいつだけがいた。父さんと母さんを殺し、それを見てしまったジョージ兄さんも口封じに殺したに違いない。爺様や使用人の人たちだってそうさ。きっとあいつは
夕べの親族会議の途中でこっそり抜け出し、みんなを殺したに違いない。 もしそうならば、警察が調べればすぐに分かることです。警察はすごいですぞ。鑑識の手にかかれば分からぬことなどありません。私たちは誰かを疑ったり恨んだりする必要などないのです。全て警察が解決してくれます。だからジェシカさんは今は体を休め、目を楽にすることに専念するのです。あまり眉間にシワを寄せては、目にはもちろん美容にもよくありませんぞ。さて、今度はエヴァさんの方が心配です。気に病まれていなければいいのですが。視力を失った人間って反魔法力も対魔法抵抗力もゼロになるんですって。つまり今のあんたはアイソレーテッドポーン。意味がわかるかしら。なんですと。南條先生、どうしたんです。わしには病弱の孫がおる。ここでは死ねんのだ。頼む、見逃してくれ。南條先生、南條先生。よせ、やめろ。9の番に魔女はよみがえり、誰も生き残れはしない。南條先生、南條先生、そこに誰がいるんだよ。返事をしろよ。やめてくれ。ジェシカ、かわいそうにね。目を怪我しちゃったのね。なら、あなたは逃げることもできないわね。今から
長の死体でたっぷり遊ぶわ。それに飽きたら次はあなたを殺してたっぷり遊んであげる。いいえ、せっかく目が見えないんだもの。殺してからだけじゃない、殺す前にもたっぷり遊んであげるわね。そこでしばらく震えながら待ってなさいね。南條の死体で私がどんな風に遊ぶのかをたっぷり想像しながら。ジェシカも生き残れはしないでしょう。もとより誰も生き残れはしませんが。あやつ、カノンに恋心を寄せておき、わらわはそれをもてあそんだこともある。しかしそれは魔女として恥ずべきことであった。愛とは一なる幻想、恋心はそれ以上に純粋で尊いものでございます。なぜかお嬢様はとてもそれを嫌われますが。お師匠様は言った。魔法とは人を幸せにするためにあると。わらわもかつてはそれを知っていたはずだった。そしてそれを忘れた時からわらわは魔女ではなくなっていたのだ。だからわらわはバトラの対戦相手の資格を失っていたのだ。まさかお嬢様、ジェシカを助けるおつもりですか。危険です。分かってる。どうせ助けても黄金鏡の扉が開けば魔女の宴の慰み者よ。
それでもあやつの殺し方に比べれば数段慈悲深く、魔女の痛みは恐るべき方法にて命を奪う、二度生死をもてあそばれ、しかしあやつは違う、何度でも殺す、面白半分で殺す、そこにはわずかほどの慈悲もない。わらわはせめてジェシカを、そのような残酷な運命から。確かにそれを行うことは良き魔女として称えられることでしょう。しかし新しきベアトリーチェ様はすでにお嬢様のことを敵視なされています。もう一度姿を見られることがあったなら、今度は逃れる術はありません。ジョージの社内のわらわは何、そして魔法とはどういうものなのか。わらわは魔女、魔女であらねばならぬ、そしてバトラーの対戦相手だと認められ、今度こそバトラに魔女だと認めさせなければならぬのだ。そのためのうちだが険しいかもしれない。しかし今ここでその一歩を踏み出さねば、わらわは魔女を名乗れぬのだ。お気持ちはわかりますが、どうやってお救いになるつもりです。今のお嬢様の身に使える魔法は多くあります。シャノンを蘇らせる時ですが、ジョージの力を借りたではありませんか。だからこそジェシカだけは救えるかもしれぬのだ。今あやつはカノンに助けを求めて、その思いの力を借りればわらわの魔力にてもう一度冥府の扉を叩けるかもしれない。叩けはするでしょう。しかし魔力を使い切ります。新しきベアトリーチェ様にもし見つかったら、本当に逃れる術はありませんよ。私はすでにお嬢様の執事ではありません。いざという時お助けすることはできませんので、ご了承。承知しておるわ。わらわ数えることもできぬほどの命をもてあそぶ、不運ならばそのつも同じ数だけの命を救うことでしか、あがにもとよりわらわに失うものなどないわ。名も魔力の引き継ぎ、今や魔女とも認められぬただの黄金の蝶。バトラ様はどうなさるのですか。ゲームの途中です。彼はお嬢様がお戻りになるまで待つとおっしゃいました。ここで果てるようなことがあっても良いのですか。お嬢様にはバトラ様の向かいの席に戻る義務があるのです。だからこそわらわにしか救えぬ命があるならば、わらわはそれを救う、そして魔女と認められるぞ。わらわは魔女にならねばならぬのだ。これが死になるのだ。これまでの悪行に見合わぬ幼稚なものよ。さあ姿を消せ。どうだ、かつて黄金の魔女と呼ばれた一匹の蝶、最後となるかもしれぬ魔法を見るがいい。かしこまりました。黄金の魔女の名に恥じぬ魔法、拝見させてもらいます。願わくばそれが最後の魔法とならぬこと。行け、もしインクが足りぬ、我が愚かなる生涯を記して、同じ道を歩もうとする愚か者に手を渡す。さらばだ、どの。
お嬢様、僕はいつだってお嬢様のすぐそばに控えております。カノン君、カノン君、お嬢様、僕がお助けします。カノン君、生きてたの？お嬢様、どうか心を落ち着けてお聞きください。残念ながら僕は生きてはいません。僕はすでに死んでしまっています。ですが、あの魔女がお嬢様の危機を僕に知らせに来ました。そしてわずかの間だけお嬢様に手助けできる時間をくれました。どうか心をもっと落ち着けて、そうすればお嬢様にも僕の姿が見えるようになります。お嬢様に触れることはできません。こうして言葉をかけることしかできない、それだけしかできないか弱い存在ですが、それでもお嬢様の力になれるはずです。言葉だけなの？カノン君に触ることはできないの？僕は今、ろうそくの煙よりも儚い存在です。聖者であるお嬢様に触れられれば、たちまちかき消えてしまうほどに。だからどうか、触れようとしないでください。僕も、お嬢様に触れたい気持ちを、抑えているのですから。それよりお嬢様、よく聞いてください。新しい黄金の魔女は残酷な心の持ち主です。必ずやお嬢様をひどい目に遭わせようとするでしょう。この部屋から逃げ出し隠れなければなりません。どうやって？私は目が見えない。静かに、僕がお嬢様の目になります。僕がかける言葉に従って動いてください。まず、そのまま三歩這い出て、それから立ち上がってください。今、お嬢様がいるのは机の下です。そのまま立てば頭をぶつけます。机の下だったのか。わかったよ。一、二、三、立つぜ。お上手です。次は時計で言う、九時の方向を向いてください。はい、お上手です。なんだか、恥ずかしいぜ。
丈夫ですか？傷が痛みますか？いや、平気だぜ。次は。気づかれない、声を聞かれない。隠密の結界を張っています。大きな音や声を出さなければ誰も気づきません。だから誰も僕の気配には気づけない。なんだかわからないけど、とにかく静かにしてれば大丈夫ってことなんだな。次はどうするんだ？そのままゆっくり10歩ほど歩いてください。ソファーに触ります。それに沿って進んでください。ゆっくりと落ち着いて、僕の言葉を信じて。不思議だぜ、目が見えないってのはあんなにも怖いものだったのに。カノン君と一緒だと全然怖くないよ。そう、それがソファーです。左になぞりながらゆっくり進んで、すぐ左にテーブルがあります。すねをぶつけないように気をつけて。さらに10歩を歩けば使用人室から出ます。そしたら9時の方向を向いてゆっくりとずっと歩いてください。右の壁に手を置き、それに沿ってずっとずっと。僕が安全な部屋までお連れします。そこに行ったらカノン君は帰っちゃうの？ここにいれば魔女に殺されます。いいよ、殺されればカノン君のいる世界へ行けるもん。お嬢様、どうか聞き分けてください。死者である僕には人の世は眩しくて辛すぎる。だから長くはとどまれません。だからお嬢様、僕に許された時間でお嬢様を安全な場所まで導くことを。そしたら時間が尽きるまでずっとお嬢様と一緒にいますから。それがカノン君にできる精一杯なの？はい。その代わり1秒でも長くお嬢様のそばにいるようにします。ずっとお嬢様といて。どんなお話？どんなお話がいいですか？カノン君が聞かせてくれるなら。では、勇気のない、臆病な使用人の少年の話を。太陽のように眩しいお嬢様に恋心を抱き、同じ気持ちを打ち明けられながらも、
臆病さに負け、ついに生あるうちに自分に素直になれなかった愚かで哀れな少年の話を。うん、なら私もしたいよ。大好きな男の子にね、もっともっと大好きだよって勇気を振り絞れなかった臆病な女の子の話を。そしてその男の子に再会できる奇跡を神様がくださって、その勇気を振り絞る機会をもう一度与えてもらった女の子が、その話を聞きたいです。だからそのためにも行きましょう。安全な場所まで。カノン君と一緒ならいつまでだってどこまでだって歩くよ。もう目なんていらない。カノン君が踏み出せと言うなら崖の先へだって一歩を踏み出すよ。ありがとう。さあお嬢様、参りますよ。最初の十歩。うん、嫌だ、ジェシカって呼んでくれなきゃ。わかりました。ではジェシカ、最初の十歩を踏み出して。うん、カノン君。お嬢様、その壁に沿いずっと歩いていきましょう。ずっとずっと。ああ、カノン君と一緒ならどこまでもずっとずっと。さあお嬢様、客間にたどり着きました。これからお嬢様を窓際のカーテンの束のところまでお連れします。その中に隠れればきっと安全です。カーテンの中か、
うまいな。私も昔、よくそこに隠れたもんだぜ。ベアトリーチェ様。どういう気まぐれで僕を蘇らせてくれたのか、僕にはあなたの気持ちがわからない。気まぐれに過ぎぬ。いや、魔女とはこうあるべきなのだ。わらわがそれを気づくのに千年をかけた。それだけの愚かしい話だ。いるの？お嬢様、お静かに。彼女は魔女、ベアトリーチェ。僕をお嬢様にもう一度会わせてくれた恩人です。魔女、ベアトリーチェ。わらわのことなどどうでもよい。それより早くその女をカーテンの陰に隠すがよい。そなたに残された時間も長くないであろう。ジェシカと最後の語らいに費やすがいい。カーテンの束の中で密会とは、そなたらもなかなか味な真似をする。あのありがとう、ベアトリーチェ。カノン君に会わせてくれてありがとう。あとは愛し合う二人にこの部屋を譲る。邪悪なる魔女に恋話は不要でね。退出させてもらおう。ベアトリーチェ様、ありがとうございます。こんなのでも償いきれぬほど悪行を重ねておること、そなたがよく知っておる。良き魔女には感謝を選別とします。今までがどうであったか、そしてこれからがどうであるかは知らない。しかし今この瞬間、あなたは間違いなく良き魔女だ。ポベッカが過ぎるぞ、カグメが。次に会う時は期待を裏切らぬ悪しき魔女であるかもしれぬぞ。それでは、さらば。若き二人に恋を語らせる気もなしとは。45データ受領。強敵称号先代ビアトリーチェ卿と確認。百魔防御壁を解析。多層防御壁72層、個性防壁および魔法反応装甲、100前の狙撃は不可能。410へデータリンク。410データ受領。にひ。じゃあ
先代様を先にしちゃえばいいだけの話だに。大ベアトリーチェ卿、攻撃許可を撃ってちょうだい。ああ、急所は外してね。ババアに聞きたいことがあるの。410、射撃。にひっ。先代様、二度もの妨害、もはや許されませんぞ。許されようとも思わぬ。しかしシエスタ姉妹も腕が落ちたものよ。わらわを仕留め損なうとはな。それ二度も。外せとのご命令です。ご指示があればすぐにでも貫きますとも。ピアスの穴でもおへその穴でもお好きな穴を。にひ。残忍にかけてはわらわも一歩を取るそなたが急所を外させるとは、どういう風の吹き回しか。新しきベアトリーツ。聞きたかったのよ。どういう術で逃れたのか知らないけど、私たちはあんたを仕留めたつもりでいたのよ。そのまま隠れていれば逃れられたもの、どうして危険を冒してまた現れたの。まさか若い二人をかばうためだけに戻ってきたわけ。さあ、さっきだってそうよ。どうして恋人たちを蘇らせて再会なんて甘い真似を。聞けば聞くほどに、あなたは私なんて足元にも及ばない邪悪のご縁で。そのあなたがどうして急にそんな生ぬるいことを始めたのかって、それを聞きたかったのよ。残念ゆえにわらわは気まぐれなのよ。それを問うことに意味などあろうか。シエスタ姉妹、ヌエ。あんたに限って気まぐれなんてあるわけがない。あんたのことを聞いたわ。そして知ったわ。あんたは私ですら足元にも及ばない邪悪のゴンデよ。私はそんなあなたに実にふさわしい後継者だと思ったの。なのにあなたは邪魔ばかり、ぬるいことばかり言って私を呆れさせる。何があなたを変えたの。千年間邪悪の管理を尽くしたあなたに、その千年を翻すような何が起こったのか、それだけを知りたくて生かしたのよ。知りたく、そなたも千年を費やすがよい。ヌエ。
あんたもひょっとすると死ぬと消えちゃって死体が残らないタイプかもしれないわね。だからあなたをゆっくりと殺すわ。でも私の質問に正直に答えられたら楽に殺してあげる。先代様にぴったりの華麗で豪華で優しい死を与えてあげる。水を張りバラで埋めた棺桶に沈めてあげるわ。素敵でしょ。それでも話せないの？あなたの心変わりの理由。聞かれたことを答えぬもまた邪悪なる魔女の愉悦よ。ねえ、もちろん答えてくれなくていいの。だってそうやっていじめてるんだもの。無限の魔法は本当に素晴らしいわ。思えばこの世はすべからく有限。人の世に無限などありはしない。それは神が無限であるがゆえに人の世を見下すためすべての無限を取り上げたからよ。なればつまり無限の力とは神の力。遊べば遊ぶほどにさらに楽しい遊び方を見つけられる素敵な力。その力を千年も思うがままに使い暴れ回ったあなたがなぜ今頃になって心変わりをしたの？まさか私が譲ったから惜しくなってとかじゃないわよね。惜しいものか。そなたがそうだと信じている無限の魔法など魔法にあらず。真の魔法の力とはそなたなどでは到底至れぬ深淵にあるのだ。それに気づいたから。それはな。それに気づけず千年をさまよえ、愚かな魔女へ。ヌエ、今度は三つ。よっ！ま、いいわ。死に損ないのババアが何を達観したかなんてもう興味も何もない。もう飽きたからあっさり殺してあげるわ。あんたを殺せば客間の結界は解ける。そしたらカノンとジェシカもたっぷりいじめ殺してあげるわね。愛し合う二人を同時におもちゃにできるなんてこれは楽しそうやね。殺せ。短い時間のものだ。砂時計で測れる程度の時間だ。
冥府へ消えるだろう。その程度の時間、どうか許してはくれぬか。嫌よ。愛し合う二人を引き裂くのって楽しいんでしょ。あなたが言ったわ。だから私やってみたいの。ならばその快楽、貴様に味わわせるわけにはいかん。楽しいぞ、恋人たちを引き裂くのは。そうよね、きっと楽しいわよね。だから邪魔しないで。もっとヌエ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 にひ410了解。